コロラドへようこそ。 What's up, ladies and gents? はい、というわけでね、前回の続きということで、前回ね、最終試験の方スーツのみノーダメージでクリアしたと思うんですけど、今回はアメリカのコロラドのミッションですね、こちらをスーツのみノーダメージして全員暗殺していきたいと思います。でね、前回ちょっと音声つけなかったんですけども、今回は後付けで声を今現在、入れてる感じになります。よいしょ。まずはあのね、発電機を作動させて屈伸運動をして準備体操を先にね、やっておいてからの暗殺という感じです。でね、前回同等、まあね、全員暗殺していくんですけど、前回のマップと比べてね、敵の人数の多さとかそのマップのデカさとかが桁違いなんで、とてもね、1回じゃ収まりきることできないので、今回は多分ね、3回か4回に、分けてやっていくことになると思います。なんでこの動画多分30分35分ぐらいあると思うんですけど、おそらくまあ4分の1か3分の1ぐらいまでしかね、多分進めてないんで、まあ何回かに分けてね、やっていく必要があるかなと思います。さあ、テト。でここでこのハゲのおっさんを後ろから先に暗殺すると。でこれなんでここでわざわざ暗殺したかっていうと、ちょうどさっきと同じようにね、発電機の前で暗殺した場合は今から倒す人がいるんですけど、この人に見つかっちゃうんですよね。なんで2人目暗殺するときはちゃんとあのトラックみたいな、いやその後ろ側で暗殺するようにしてください。で今回も前回に引き続き、死体を移動させるシーンはね、積極的に早送りしていきたいと思ってます。はい、というわけでこれで3人目始末完了と。やり方としましては、前回と同様にコイン等々をね、物を投げて相手の注意をそちら側に引きつけときながら、まあ銃とかをね、うまいこと使用して敵を誘導させて一人一人安全に始末していく感じです。でね、前回は結構ピストルでバンバン殺していったんですけど、今回同じようにするとね、ピストルの弾がすぐになくなっちゃって、ピストルの弾全発使っても、倒しきれないほど敵多いんで、なるべくね、ファイバーワイヤーで倒していきます。でも余裕が出てきてからピストル使うかなと。でもピストル使わないとどうしようもできないっていう部分のみにね、ピストルで行こうかなと思ってます。でここはね、敵の注意を、あえて自分の姿を見せることで引きつけると。まあ、すぐそこにターゲットいるんですけど、ちょっとターゲットは後回しですね。ちょっと今まだ倒せないんで、とりあえず回しましょう。なんだ、銃の存在に気づくはずです。はい、さよなら。4人目と。はい、次なんですけど、銃がいるんで、1個銃を取っときまして、でこの銃を使ってね、やっていくと。ただその前にラジオを使って敵を2人ぐらい倒すことができるんじゃないかな。でこの黄色のやつがあると思うんですけど、これはね、敵のボディを中に入れることもできますし、その入れたボディを完全に何ていうか抹消することができる非常に便利で優秀な機械なんで、これをうまいこと使ってね、やっていくと。なんでこんなものがここにある。よいしょ、バイバイ。今こんな感じで入れると。でね、いつもほぼ10回中10回ね、もう一人ターゲットがラジオを止めに確認しに来るんですけど、まあ、今回なぜか来なかったですね。普通はこれ止めに来るんですけどね、そこにいる人が。あの火のところに当たってる人がね。で今回ちょっと何回かやったんですけど来なかったんで、ね、ちょっと位置が遠いのかなと思ってコインでおびき寄せてからラジオをつけたんですけど、それでもうまくいかなかったんですよね。だからもう仕方なくワイヤーで抹殺しました。まあこんな感じで全く振り向いてくれなかったんでね、もう後ろから普通にワイヤー切れて倒そうということでね。でこのコンピューター、ラプトップが置いてある部分のここですね、ここはボディを隠すのに結構いい場所なんで、ここに隠しておくと。で銃をここであえて落として注意をそちらに引きつける。
で、コインを投げる。でね、もしかしたら敵死体を見る可能性があるんですけど、たとえね、死体を見たとしてもここに隠れているとバレないんで大丈夫です。分かった。あ、くそ。まあこんな感じで発見されたとしてもバレないんで。ほらこれバレないんですよ、これ。よいしょ。で、銃をもしね、確認しに行った場合は後ろから忍び寄って、まあ、こんな感じでね、銃を確認しに行った敵に対しましては後ろから締め殺すと。まあ、こういう感じですね。はい、で、次なんですが、まだ外にね、確か何人や、1人やったっけ、2人か、あと外に2人、中に2人いるんで、まずは中の2人を暗殺していきます。で、これなんで先に中の2人かというと、同じ手でね、あの外の2人を先に倒そうって言った場合、この今目の前にある窓みたいなところから見ることができてですね、そこから敵に発見される可能性が非常に高いんで、中の敵を先に始末してください。で、中の敵はね、目の前に今いてる方向というか、目の前にいる人が、なんていう、奥側で、そこにいてる人が今度左の奥側に行くんで、二人ともお互いね、背を向け合うときに中に入って二人とも暗殺していくと。彼は移動しますね。彼も移動してるんで、で、ここでセーブ。中に入りまして二人とも暗殺する。まず一人。もう一人。ちょうどいいところにね、死体隠せるやつがあるんで、ここに隠すと。はい、で、これが終わったら今度は外の2人の方を暗殺していく。で、レンチが非常にいい武器で、いい武器というか、このいいアイテムでね、まあレンチとかハンマーとか、あの辺は非常によく使い勝手が良くていいんですけど、コインだと投げた場合敵が拾って持っていかれるじゃないですか。でもレンチとかハンマーだと敵持っていかないんで、何回でも再利用が可能なんで、これめちゃくちゃ便利なんですよね。レンチを投げて、で、敵はね、銃を見て、なんだみたいな感じになると思うんで、その隙に後ろから摩擦すると。何なんだ。あいよ。で、同じ戦法でもう一人の人も倒していく。で、死体は全員このパソコンの前に置いておくと見つからないんで安心という感じですね。なんだ。何か聞こえました。待ってください。見間違いだよな。それが見間違いじゃないんだよな。一体どうして。はい、さよなら。さてと、でね、これでこの辺りの敵は結構いなくなったんで、次は室内に2人いる部屋があるんですけど、その部屋に入りまして2人を暗殺していきます。まあここに窓があるんでね、ここから入ると。で、左側にドアがあるんで、普通にドアから入ってもいいです。その辺はお好みで。銃を落として、ここで、セブ。で、レンチを投げる。扉開けてから投げてくださいね。これ、扉閉めた状態で投げると、反応しないことがあるんでね。で、これによって2人とも反応します。敵。2人とも反応するんで、ちょっと隠れて、すぐにこちら側に移動する。もう1人サングラスかけた人がすぐ出てくるんで、来ましたね。誰かいるのか？答えろ。で、彼はね、今落ちてる銃を拾って、その、なんていうの、武器保管庫みたいなところに届けに行って、また戻ってくるんでね、それまでちょっと待機して、先に彼を暗殺すると。なんだ。はい、で、ここね、キーが同じで、あの中に入れるのも、こう、外に放り出すのも、どっちも E ボタンでできるんで、間違って外に出しちゃって、これちょっと時間かかっちゃったんでね、あれなんですけど、また元に戻しまして。
結構スプリンターするブラックリストやってる時とかもそうなんですけどね、時々キーが同じの時があって、はい、それだけはちょっと気をつけてね。でね、本来ならいいタイミングで彼が戻ってくるはずなんですけど、今もうね彼そこまで来てるんでちょっと待機ですね。これで彼が完全に後ろ向いてることを確認したら、はい、バイナラ、ちょうどいいところにね、もう一体入れることができるんで彼のことも入れると。よいしょ、もう今のところいい感じですね。次がちょっとトリッキーなんですけど、ここ右に2人いまして、で彼ら動かないんですよ、ずっとそこ見張ってるん でもう2人組のねペアというかセットが奥から歩いてきてるはずなんですよね。で、まあ、これちょっと一応それを確認しに行ったんですけど、いますよね、奥から2人組歩いてきてると思います。なんでここちょっとタイミングが重要なんですけど、レンチをですね右の奥に投げます。ただ、この辺でセーブしておいた方がいいから、確かこの辺でセーブしたと思うんですけど、まあ、とりあえずねレンチを投げると。右を奥に投げてくださいね。はい、でここでセーブ、セーブしたらすぐ乗り越えて後ろから暗殺していく。でこれタイミング見計らってやらないと、もしね間違っちゃったら右のこの窓の部分からその巡回してるね2人の敵に見られるんで、ここ注意してください。もう一回レンジ拾ってピストルを装備、あ、先にアサルトラップでピストルを装備、すいませんねこれ後付けなんで。あれ私ワイヤー装備したっけ、なるほどそのやり方か。これねピストル装備してもワイヤー装備してもどちらでもできるんで、どっちでもいいんですけど、ワイヤーでいった理由はですね、弾がね、ほんと全弾使っても全然倒しきれないほど敵がいるんで、その10弾の節約ということで、ワイヤーでいきました。はい、次はね目の前にいる敵を倒すんですけど、まあ、彼はね右奥に先敵倒した時に敵が銃を落としてるんで、その銃に反応するはずなんですよ。そうそう、なんでは、いよ、はい、終わり。ほんと武器だけはねちゃんと隠すなりうまく使うなりしないと、ターゲットというか敵の巡回パターンが変わってくるんで、ね、武器だけはしっかり対処するようにしておいてくださいね。で次の敵はワイヤーで普通に後ろから締め殺す。でこの人が落とす武器、今私が倒した敵、この人が落とす武器だけは絶対に回収するようにしてください。ここはね、ターゲットの一人でもあるんですけど、なんだっけな、なんとかなんとかっていうスリランカ出身の暗殺者、ターゲットの4人のうちの一人なんですけど、彼女がここに来ます。で、もしね、このピストルを取らないと、ピストルというか、まあ、ショットガンかな、彼が落とした。ショットガンを取らないとね、彼女、ちょっと誰かが武器を落としてるわよ、みたいな感じで、どっか行っちゃうんで、ここのショットガンだけは必ず隠すようにしてください。まあ、隠すなり自分が背負うなり何でもいいんですけど、なぜあの場所には、置いとかないように、後々めんどくさいことになるんでね。で今度ここ上登っていきますと2人敵がいるんで、今度この2人を倒していく。で奥の敵の視野が結構広いんで、結構な首を左右にね振ってくるんで、あの人結構見られるんでね、ちょっと奥の敵だけは注意してください。で前のこのハゲのおっさんは、余裕なんで簡単に倒せるんですけどね、一応ここセーブしておいた方がいいです。もしかしたら奥の敵にね、バレるかもしれないんで、よいしょ、大丈夫でしたね。でね、彼をファイヤー、
ファイバーワイヤーで倒すことはできないんで、レンチを投げて気絶させる。で、ここハンマー置いてるんで取ってくださいね。で、あとあとこのハンマーと、レンチが役に立つんでね。とりあえず一旦彼のボディを引きずりまして、安全を確認した上で首の骨を折って殺害すると。さようなら。はい、で、そろそろね、先ほど私が言っていたターゲットが来るはずなんですよね。まだもうちょっと来へんかな。もうそろそろ言うてる間に来るんで。そう、そこ二人組。あの二人組は後で対処します。とりあえずまずはターゲット。いますね。そう、ここでね、もしさっき取ってなかったら、ショットガンに反応するんでね。確実に。武器は回収しておくように。で、ここで暗殺する。よいしょ。さよなら。マヤ・パールバティ。そう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 。そんな名前だった、確か。で、彼女のボディはここに隠す。バイバイ。さあ、次は先ほどの後ろのにいた二人組を対処していくわけなんですけど、彼らに関してました。まずハンマーをね、右の方向に投げて、レンチでもハンマーでもどっちでもいいんですけど。で、いい一瞬のタイミングを狙ってね、一人を川の中に突き落として殺害する。ここで。よいしょ。はい、バイバイ。で、もう一人をダッシュでワイヤー切る。これワイヤー切るするの、装備するの忘れてて、首絞めて倒したんですけどね。ワイヤー切るでも、どちらでもいいです。でここがちょっと厄介なパートなんですけど、奥に敵が2人います。でこの奥の敵の2人をどう倒すかっていうね、ちょっと難しいですね。ここで彼が反応してくれる時と反応してくれない時があるんで、結構微妙な感じで。で、ここなんですけど、前の二人のね、敵を倒すのももちろんなんですけど、外側巡回してる敵が一人いるんで、彼にも注意しないといけない。何かあったのかもしれない。こんな感じでね、ここちょっと結構厳しいんですよね。はい、で、ぐるりと敵の裏を取りまして、後ろからハンマーというか斧でね、倒すと。で、この川の中に、川か池かなんかよくわかんないんですけど、川じゃないか、池かな、投げ込むと死体発見されることはまずないんで、うまいことね、使ってもらえればいいかなと思いますね。これ一発目投げても反応してくれんかったんで、もう一回投げた感じなんですけど。で、これね、銃に反応してくれるかなと思ったんですけど、先ほど落とした。これね、なんかちょっと遠かったのかな、ちょっと反応してくれなかったんで。誰かいるなら名を名乗れ。こんな感じでね、ちょっとね、遠かったんでしょうね。
まあ奥にもう一人敵がいるんで、どうしてもねさすがにその位置じゃ倒せないということで、銃の方向にまで向かわせる必要がどうしてもあるんで、もう一枚コインを投げてね。周りを確認してくる。オーバー。で、あの銃を落とした場所まで行ってくれると安全に倒すことができるんで、なんとかしてあそこまでね、まあ、頑張って誘導させてください。で、一旦そこまで行ってくれると、この武器は誰のやつだ。その武器は俺のだ。よし、また池の中にポチャンと落としに行くと。はい、バイバイ。さあ、であと一人奥の敵ですね。まあ、彼はもう自分の体を見せてね。けると、はい、でもいつも通り背後取って暗殺する。さようなら。いつも通り行け、ポチャ。はい、ポッチャーン。次はですね、建物の中に入っていきまして、上の階2階ですね、2階に行くと敵の兵士が2人会話してるんで、そこタイミング見計らって、ハンマーでもレンチでもいいんですけど、魔物をね投げると。あ、その前に、そう上にねいるんで、で上の2人に関しましてはワイヤー Q で倒すことはちょっと難しいんで、ピストルで倒します。でピストルで倒すときにね、1人の人にはバレるんですけど、速攻でねヘッドショット狙っていくと、まあ無事ダメージを受けることなく倒すことができるんでね。ただ彼らの会話がちょっとね長いんで、ここ2人ね、まあ会話が終わったら左奥に投げるんですけど、ちょっとここ会話長いんでね、ちょっとその終わるまでスキップしたいと思います。はい、というわけで会話終わったんでハンマーを投げる。言った通り奥にね。で、これどっちが確認しに行くかもう毎回ランダムなんで、どちらが確認しに行ったとしてもピストルで倒していく。これバレるんですけど、そこでヘッドショット狙ったらなんとか間に合うんで、まあ、こんな感じで、ダメージを受ける前に倒すと。一応これノーダメージスーツオンリーというルールなんでね。ハンマーどこやと。よし、最後。で、次なんですけど、今ちょうどこの小屋の2階の部分にいるんですけど、小屋の1階ですね、1階の敵を1人ずつ抹殺していく。彼の重要引く。で、ここはね、一人ずつおびき出していった方がいいです。今彼がいる場所で倒すと、右に行った敵がね、すんごい数いるんで、誰かに見つかる可能性が高いということで、で、ここ一応セーブしときまして、ハンマーを右の下ら辺に投げる。まあ、タイミングよくね、付け寄っていって、後ろからワイヤーで暗殺してください。侵入者の可能性あり、調査する。はいよ。で、今回のボディの隠し場所はここの後ろですね。ここが一番安全です。ここね、ここに隠しておくと見つかることはまあないでしょうね。さてと、で、この中にはまだ敵がね、倒さなくちゃいけない敵が2人いるんで、1人はそこにいる人ですね。で、もう1人は左の奥にいます。で、ここね、なんとか彼の注意を引きつけようとしてたんですけど、全然こっちの方向いてくれないと、いうことで、仕方なしにハンマーを投げて注意を引くことにしたんですけどね。侵入者かもしれない。まあ、銃を端に置いておくと。
で、おそらくハンマーを取って、そのまま彼戻ろうとしたんで、その場合はもう一回ね、投げ物なんでもいいんで投げてね、右奥に。なぜこの銃を敵が発見するような感じで仕向けていく必要があります。で、右奥のその銃の部分で暗殺した場合は誰にもバレないんですけど、そこ以外で暗殺するとね、ちょっとバレちゃう危険性があるんで。報告だ。異常なし。繰り返す。異常はなしだ。オーバー。まあ、異常はなしと、言ってるんで、もう一回投げる。もうこれで確実にね、あえて銃のことを見つけるはずなんで。ワイヤーを装備しといて後ろからキルしていく。おお。なんでこんなものがここにある。俺がそこに置いたからだよ。はい、というわけで今度は彼のボディを先ほどと同じ場所ですねに置いていく。あと一人奥にいます。で、彼に関しましてはですね、近くにコンテナがちょうどいい感じにあるんで、もうそこにねすぐに入れておけば OK。 よいしょ。はい、さよならと。で、見張りが横に二人います。で、彼らはね、先ほどの見張りと同じように動かないんで、一人ずつちょっとおびき寄せて暗殺していく必要があると。まあ、適当にね武器を置いといて、まあ、レンチでもハンマーでもコインでも何でもいいんで投げて引きつける。なんだ。するとね、相手は銃に気づいてやってくるはずなんで、その隙を狙って後ろから、ファイバーワイヤーで暗殺していくと。これは何の相談だ。武器だぞ。で、ここまだね、ワイヤー装備するの忘れてたんで、押さえ込む形になったんですけど、まあ、押さえ込んでね、首の骨折ってもいいですし、ワイヤーで切る人も、まあ、どちらでもそこはお任せします。よいしょ。で、まあ、もう一人まだいるんで、しぶとくね、彼も同じ手口で暗殺していきます。ただ、もうそこのコンテナには、倒した後、もうボディ入れることできないんで、最大二人までなんでね、このラストの人に関しましては、先ほど私が隠した、テーブルの後ろ側、みたいなところですね。あそこまで持っていくという感じかな。はいよ。冗談だろ。冗談だろ。異常が発生した可能性あり、防衛線を確認します。オーバー。なんだよ。なんだよ。よし。で、彼に関しましてはもうね、先ほど言ったように、先ほどの、なんだっけ、テーブルみたいなやつの後ろ側ですね。テーブルじゃないか、なんか置物の後ろの部分まで引きずっていく。はい。で、ここからはね、ちょっと一気に移動します。で、このままのペースでね、次のエリアに進んじゃうと、次の場所にちょっと厳しいんで、ここは一旦外に出てね、大きく回って外側にいる敵をまず抹殺します。はい。で、ここで一旦セーブして、で、これ反対側からもこちら側に向かって敵が一人来てるんで、素早く暗殺するようにしてくださいね。で、ここはコンテナ1個あるんですけど、ボディ1つ入れただけでもう1個確か残ってるはずなんで、彼のボディはそこに入れて隠す。はいよ。おやすみ。死
侵入者かもしれない。周りを確認してくる。オーバー。これ結構タイミングがこの時悪くてですね、運がいいと後ろの火に当たってる人がいると思うんですけど、彼が後ろを振り返ってくれるんですよね。で、彼が後ろを振り返ってくれた場合はこのサングラスかけたエージェントを倒すことができるんですけど、まあ、今回みたいにね、振り返ってくれなかった場合は倒すことできないんで、まあ、倒したら見つかるんでね、彼に。まあ、今回ちょっとタイミング的に残念でしたね。はい、で彼ら会話し始めるんで、もうここはね、ピストル使っていくのが一番早いです。まあ、なるべく弾薬を節約するためにね、ピストル使わないで来たんですけど、まあ、ここはもう使おうかなということで。よいしょ。はい、こんな感じで2人とも抹殺すると。で、彼らのボディなんですけど、ちょうどいいところにね、先ほどと同じ黄色色のやつがあるんで、ここに入れて、2人とも処理する。はい、というわけでね、まあ、こんな感じで、1個目の動画はこの辺でそろそろ終了しようかなと思います。あのね、ここずっとまっすぐ行くとちょうど来たですね、スタート地点のところに戻ってくるんで、約ね、スタート地点の場所から見て右半分を、壊滅させた感じです。右半分、右下半分にした方がいいかな、右下半分をね、の敵を全員今回の動画で壊滅させた感じなんで、次はね、左側から攻めていこうかなと思います。あと右上と左側と残ってるんですけど、右上に関しましては、ちょっとね、右側から攻めていくのはちょっと厳しいということでね、まずは左側から入って、左側にいる敵を全員倒していこうかなと思います。これまだまだね、ほんと敵山ほどいるんで、次の動画でもおそらく終わんないんでね、あと多分動画3、4本ぐらいは必要になるかなと思います。はい、というわけで、もしね、この動画が楽しかった場合はね、ぜひぜひ高評価の方をお願いします。で、まあ高評価の数がまあ、ある程度超えましたら、この続きも作っていこうかなと、思っております。はい、というわけで、ここスタート地点に戻ってきましたんで、次回はこの続きからプレイしようと思います。また次回お楽しみに。See you next time. Peace!